だってガス銃で長澤まさみ真っ裸の時になんかガス銃で撃ったらしいよ。パチンパチンみたいな。どういうことですか？セックスした後に裸になってんじゃん。それでガス銃をなんか枕の下に入れてて、で長澤まさみがこう立ってさ、トイレとか行くじゃん。いや、そう、そしたらユースケが、え？それをパチンパチンパチンとか言って、ガス銃で撃ったらしいよ。笑えないじゃん。それを長澤まさみ、それで、ね、別れて、森ひかりも、それを同じことをやられた。ひかりは、だってひかりなんてそうじゃん。ユースケじゃん。え？ひかり。あれ、いじめの妹だよ。分かってるよ。それでマリファナで頭おかしいみたいな感じで、あの何捕まったの？密告でパクられたでしょ。はめられたってことですよ。はめられたっつか、あいつ伊勢谷自身が悪いんじゃないの。あ、そういうことですよ、だけど復活したいって言ってたから。